Catch me if you can, Mr. Holmes。とでも申し上げれば、あなたの気は済みますか、探偵さん。悪い。よう、先生。奇遇だな。あなたは、確かノアティック号でご一緒した。こいつ。と思ってたんだがな。一連の、いないのでは？ごもっともだ。お前が、あのお方。だったんだな、ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ。これはブラフか。私がやったと証明するのがあなたの仕事では？その切れる黒幕ってのがお前だったらいいなって思ったんだよ。なあリアム、お前もロンドンに着くまでどうせ暇だろ。どっちが先に犯人を見つけられるか勝負しねえか。指紋探偵のシャーロック・ホームズ。がもったいねえ。状況分かってねえのはお前らの方なんだよ、このノーナスども。つまりおよそ48分。その通り。ルイス、わかりました。そこまで時間をかけずに解決する手もあるかもしれませんよ。それが予想外のことだったのでしょう。兄さんから見れば利用する駒に過ぎない。犯罪者心理から犯人像をプロファイリングしてみようかな。本当に手伝ってくれるのか。大丈夫ですか。なお仕掛けてきたか。それにこれはホープの最後の願い。ちょっとした手伝いさ。さあ化けの皮を剥がしてやる。おい、何言ってんだジョン。伯爵殺しの犯人であり推理した。一つは今話した指輪。何が教えてやるだこの野郎。いいか、謎ってのは自分で解いてこそなんだよ。手段を選ばない人間かどうかということ。奴はホープの提案に乗らなかった。強い興味を持っているはずだった。彼はこれから僕たちがロンドンを舞台に演じる犯罪劇を解き明かす役を担うことになる。